インメンハウゼン、または、イメンハウゼンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州北部のカッセル郡に、属す小都市である。インメンハウゼンには、ドイツの連邦ガールスカウトボイスカウト連盟、EV の連邦センターがある。インメンハウゼンは、北ヘッセン、カッセル中心部から北に、約12キロメートル、ラインハルトの森の南西斜面に位置し、エッセ川の支流であるホルツカーペ川が、 東西に流れている。インメンハウゼンの約5キロメートル北東にユンカーコプフがある。この山で湧き出したオスターバッハ川はホルツハウゼン地区を流れている。インメンハウゼンは、東は市町村に属さないグーツ別ルクラインハルツバルト、南はフルダタールとエスペナウ、西と北はグレーベンシュタインと境を接する。自治体としてのインメンハウゼンには、 同盟の中核地区のほか、マリーエンドルフ地区とホルツハウゼン地区が属している。マテウス・メイリアンの同伴画に描かれた1655年頃のインメンハウゼン1015年に、ハインリヒ2世はインメンハウゼンに宿役を設けた。1123年には、ドゥドー・フォン・インメンハウゼンを言う人物が記録されている。ドゥドーは、マインズ大司教アーダルベルト1世の従者で、 ホーフガイスマーをも含む周辺地域を治めるためにルステベルク城に封ぜられていた。ノルトハイム博はドゥードーをブルスフェルで修道院の大官に任命した。ドゥードーの娘リヒエンツァはじめノルトハイム屋出身のボイネブルク博ジークフリート4世と結婚し、後にアッセルブルク博ハイムリヒに嫁いだ。15世紀に破壊されたロマネスク教会の跡地に、 西ゲオルク教会が建設された。16世紀にバルトロメウス・リーゼベルクがこの地で説教を行った。19世紀に大火が起きた。インメンハウゼンの市議会は23議席からなる。ありがとうございます。